続きの改善についてご注文を申し上げました。で、東京電力の方では速やかに検討していただいて、改善をしたいということを言ってきていただきました。今日は確認のために項目ごとに、質問説明を求めますから、一個ずつお答えいただきたいと思いますが、まず、当初見てた合意書の表記、どういう部分が変更になりましたか。東京電力株式会社取締役社長、西澤俊夫参考人。お答えいたします。合意書の見本の方に記載しておりました。なお、上記金額の受領以降は、云々で一切の異議、追加の請求を申し立てることはありませんという表記がありましたけれども、これは先生をはじめ、多くの方々から誤解を招くという記載であるというご批判をいただきましたので、お送りする場合は、この表現はもう削除してございます。はい、小野次郎君。誤解じゃなくて、誤解とは思いませんけど、とにかくそれを削除していただいたということで、次進みますが、例えば東電が定めた標準金額を超える支払いがあった場合に、領収書を提出して、実費でかかったという証明ができる場合には、賠償支払い応じるべきだと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。と、西澤参考人。原則としまして、領収書等の必要書類を確認させていただきまして、必要と考えられる範囲で実費は賠償させていただいております。小野次郎君。状況に応じてですね、一括で請求が難しい事情のある方っているわけで、一部項目のみの賠償請求も認めるべきだと思いますけど、西澤社長、いかがでしょうか。東電、西澤俊夫参考人。先生のご指摘の件ですけれども、一部項目のみについて、賠償を進めさせていただいております。小野次郎君。同じように、双方合意に達す、全部達すればいいんですけれども、達した部分と達しない部分があるときに、合意に達した部分から、支払い、賠償支払いを先行させるということも認めるべきだと思いますけれども、社長の見解を伺います。西澤参考人。合意した項目のみを先行してお支払いをさせていただいてございます。その際、合意に至ってない項目がございますけれど、これは改めて協議させていただくという形でさせていただいております。委員長。小野君。やむを得ない事情があって請求漏れがあったという場合もあります。そういう場合の請求の追加、これも認めるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。東電、西澤参考人。合意した後に領収書等が見つかるなど、やむを得ないご事情がある場合につきまして、追加のご請求の相談には応じさせていただいております。はい、小野次郎君。改善の取り組みについて、私なりに要点をお伺いしましたが、東京電力としては、簡単ガイドを配布したり、改善を工夫されているようですけれども、その内容について、もしおっしゃりたいことがあれば、どうぞ社長、おっしゃってください。当然、西澤参考人。前回に先生からいただいたご指摘も踏まえまして、先ほど先生からもお話ありました簡単ガイド等につきまして、福島県や市町村の皆さんから伺った意見を反映して、作成させていただいております。現在2回目の請求書についても作成中でございますけれども、本件につきましても県や市町村の皆様からのご意見を伺い、改善するよう努めている最中でございます。今後ともこれは枝野大臣の方からも指摘され、機構の方からも言われておりますけれども、親身親切な賠償のための5つのご約束についてしっかりと進めさせていただきたいと思っております。小野君。枝野大臣からも厳しく指導していただいたということを聞いてますので、その点も評価をしたいと思います。東電には引き続き親身なその賠償手続きは遠隔実費は賠償させていただいております。小野次郎君。状況に応じてですね、一括で請求が難しい事情のある方っているわけで、一部項目のみの賠償請求も認めるべきだと思いますけど、西澤社長、いかがでしょうか。東電、西澤俊夫参考人。先生のご指摘の件ですけれども、一部項目のみについて、賠償を進めさせていただいております。小野次郎君。同じように双方合意に達す、全部達すればいいんですけれども、達した部分と達しない部分があるときに、合意に達した部分から
支払い賠償支払いを先行させまして、追加のご請求の相談には応じさせていただいております。はい、小野次郎君。改善の取り組みについて私なりに要点をお伺いしましたが、東京電力としては簡単ガイドを配布したり改善を工夫されているようですけれども、その内容についてもしおっしゃりたいことがあればどうぞ社長おっしゃってください。当然西澤参考人。前回に先生からいただいたご指摘も踏まえまして、先ほど先生からお話ありました簡単ガイド等につきまして、福島県や市町村の皆さんから伺った意見を反映して作成させていただいております。現在2回目の請求書についても作成しているということも認めるべきだと思いますけれども、社長の見解を伺います。西澤参考人。合意した項目のみを先行してお支払いをさせていただいてございます。その際合意に至ってない項目がございますけれど、これは改めて協議させていただくという形でさせていただいております。委員長。小野君。やむを得ない事情があって請求漏れがあったという場合もあります。そういう場合の請求の追加、これも認めるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。当然西澤参考人。合意した後に領収書等が見つかるなどやむを得ないご事情がある場合につき続きの改善についてご注文を申し上げました。で、東京電力の方では速やかに検討していただいて改善をしたいということを言ってきていただきました。今日は確認のために項目ごとに質問説明を求めますから一個ずつお答えいただきたいと思いますが、まず当初見てた合意書の表記、どういう部分が変更になりましたか。東京電力株式会社取締役社長西澤俊夫参考人。お答えいたします。合意書の見本の方に記載しておりました。なお上記金額の受領以降は云々で一切の異議追加の請求を申し立てることはありませんという表記がありましたけれども、これは先生をはじめ多くの方々から誤解を招くという記載であるというご批判をいただきましたので、お送りする場合はこの表現はもう削除してございます。はい、小野次郎君。誤解じゃなくて誤解とは思いませんけど、とにかくそれ削除していただいたということで次進みますが、例えば東電が定めた標準金額を超える支払いがあった場合に領収書を提出して、実費でかかったという証明ができる場合には賠償支払い応じるべきだと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。と西澤参考人。原則としまして領収書等の必要書類を確認させていただきまして、必要と考えられる範囲で